レガヤア伝説は、1998年10月29日に、ソニーコンピュータエンタテインメントより発売された、プレイステーション用 RPG。2001年には、続編、レガヤアデュエルサーガが、プレイステーション2用ゲームソフトに発売されているが、ストーリーに直接的なつながりはない。天を生み、地を生み、海を生み。この世のすべての神羅万象を生み出した神は最後に、 人間と共に獣を創生した。セルは武器や道具など思い通りの物体に姿を変えることができる。しかし、セルの起源や身体構造は一切解明されていない。イニシエから人間と獣はお互い共存し合っていたが、やがて時代は変貌する。今からおよそ10年前で、でガヤ大陸の北部、ソルト・コンクラムという大国が戦争を始めた。戦争のさなか、 コンクラムの皇族たちは獣を凶暴化させる霧を発生させ、戦争に終止符を打とうと格索していた。しかし、霧は人間の手に負えるものではなく、人間たちは霧によって凶暴化した獣たちに徐々に搾取されていき、やがて文明は崩壊した。霧はいくつもの町を飲み込み、そして飲み込まれた町とは二度と連絡を取ることはできなかった。頼みのセルも霧の中では、 何の役にも立たず、逆に人間の意識を支配してしまうというありさまだった。苦しい世界の中、霧から身を守ろうと大きな高い壁を作り、何とか霧の信仰を食い止め、その影に怯えながら暮らしていた。物語の舞台は身を潜めて生き延びていた偏境の村、リムエルムから始まる。主人公のバンは、生受者との出会いにより、世界から霧を晴らすため冒険に出ることになる。 タクティカルアーツシステムプレイヤーが自由に攻撃方法を組み立てられる戦闘システムである。右手、左手、上蹴り、下蹴りの4つのコマンドを組み合わせて行動することでアクションゲームさながらのアクション、戦略性を得ている。また、特定の順番でコマンドを入力することでアーツが発動することもある。アーツにはそれぞれ階級が定められており、上から順にミラクルアーツ、 スーパーアーツ、ハイパーアーツ、通常アーツに分かれている。アーツの発動には AP を必要とし、これが満たしていないと発動することができない。このシステムは続編、デュエルサーガにも受け継がれている。獣の召喚獣は火獣、地獣、水獣、風獣、雷獣、光獣、闇獣、鎮獣,獣、聖獣の10種類の属性に分けられる。 モンスターとして現れるこれらの獣を倒すと一定の確率で主人公達の持つ聖獣が力を吸収する。吸収した獣の技は MP を消費して召喚を行うことで使うことができる。獣の技はたくさん使い込むことでレベルが上昇しレベルが上がると敵の攻撃力をダウンさせるなどの属性に応じた付加効果がつく。霧の詩と本作品はレ ガイア大陸と呼ばれる世界の物語である。大きくドルク王領、セブクス、軍島カリスト公国に分けられる。ドルク王領はドルク王によって治められている地域で発展途上の南部地域にあたる。セブクス軍島は小さな島々が集まっており、かつて観光地域として栄えていた北西部の地域にあたる。カリスト公国は高水準な文明と軍事力を誇る。 北東の先進地域で、この地域のソルトコンクラムの戦争により霧が開発された。地域全体が霧発生の最深部にあたり、さらに北部に進むほど霧が濃くなる。大陸南部に位置する、なだらかな大地。平和を尊ぶドルコーが支配しているために、全体的には穏やかでのんびりとした空気が流れる。しかし霧の侵入により、徐々にべてが包み込まれていき、現在では、 ドルク城は崩壊し、町村は壁を築いて、霧から自分たちの身を守るのに徹している。大陸西部に位置するいくつもの小島が群れを成している。大地。それぞれは橋で繋がっており、いくつかの町村が存在する。特に国家は存在せず、ラタイユという比較的大きな町の領主が全体的な支配をしていた。現在は霧のせいで見る影もないが空中庭園や温泉町。 ジャングルが点在し大陸は全体的に観光地的な背景を持っていた。大陸北部に位置する山がちな大地。すべての大陸と比較しても文明及び科学力、軍事力が豊かな先進地域であり、全体を支配するコンクラムが北側に位置する。大陸南にはソルというこれまた巨大な都市が存在し、コンクラムとソルはかつては交戦状態ですらあったが、現在は 霧の発生のために無期限停戦となっている。霧の発生の原因がある大陸と推定され、全ての大陸中最も霧の被害が顕著。ありがとうございます。